私は良くも悪くもまあマイペースで、それでよく人から言われるのはなんかすごく頼りになるって言われるんですよ。自分ではそんな思ってるわけじゃないんですけど、でも負けず嫌いですね。涙の訳など聞かないのさ、みんな悲しみに乗り越え。これは全部歌う練習をしないとダメ。はい、なんでかっていうとやっぱ歌のつながりだから、むしろ全部歌っといて自分の歌割りの時にマイクを口元に持っていくくらい、はい、嫌だ、はい、うん、ね、リズムが私は速くなっちゃうっていつも言われてて、先生に言われた時は全く自分が速くリズムを取ってるっていう意識がなくて、そこは毎回注意されてしまいます。日曜から体力ないなぁ。ハーフ回リズムが全部コケコケ、全部速い、うん、あのね、部活の時とか待ちきれて、うん、もう疲れると OK 聞こえてない感じだから、ちゃんと OK 聞いて、必ず人のところもちゃんと 歌込みで踊って、自分のところを入らなきゃいけない。自分のところの時にマイク持ってくだけ、はい、うん、それやれる体力を早くつけてください、はい、家とかでも音楽聴いてリズムトレーニングしてるので、その初めて曲をもらった時よりはリズムはついてきたんですけど、やっぱり歌とダンスで踊ってる時にそのずれてしまう時はあります。ダンスに関しては私結構身長が低い方なので、その自分が思ってるよりも大きく踊りなさいって言われます。いちごさん何か今起きたね。あ、今これ投げたらパソコンに当たっちゃいました。ってことは照明にかかってしまう可能性があるってことだからね、はい、分かった、すいません、はい、気をつけてくださいね、はい、研修生に入ってそういう生卵ショーとかやってたら、どんどん体力もその入る前よりもついたし、パワーとかもついてきたので、なんかそういうのはなんかすごく入ってよかったなって思いました。特技見つかったんですよ。歯が一本だけ出るってやつ、授業しよう。やっぱりその同期であるかがちゃんとか、まあ、同期は全員ライバルなんですけど、あとそのりかこちゃんとか室田さんとかは結構ライバルですかね。なんかすごく踊りとかもなんて言うんだろうな、なんかすごくメリハリがあるので、なんか私もなんか早くそこに抜かしたいっていう気持ちはあります。ダンスはもっと自分の中で踊れるんじゃないかなって思ったりするところとかもあるので、そこはこれからももっと頑張っていきたいなって思います。いつも決まった表情しかできてないなっていうのがいつも思っていて、それはもっと
いろんなメンバーさんとかのプロモーションビデオとか見て勉強していきたいと思います。私はまだ自分に足りないところとかがあるので、そこは研修生でできる限りのことを学んで1年ぐらいまでにはデビューしたいっていう気持ちはあって、で今まだ子供なので大人になっていろいろな考えも持てる女性になりたいなって思います。